ということで今回はね、鬼滅のね1000円ガチャをやりに来てます。え、市長もう決めちゃったんだけど、何だったんだ。ね、まあ A があるということで A 狙いで頑張りましょう。いいね。あ、これか。良くない？うん。 B は B は B も良くない。 B もいいよね。でかい。絶対いいよ、B。 うん、フレンズでかもしれない。何が出るか分かんない。ね、楽しそう。で、C があんまりない。C がもうない。同じ数の。え、でもこの缶バッジの数やばくない？ね。でもこっちが空っぽになっちゃったね。だね。やってみようか。ランは A だけど、B が目安と。やってみる。じゃあ、早速いくよ。2000円チャレンジ。1000円でシーか。で、ティミーやってみよう。1000円でC2 個。あのマスキングテープ1個で1000円は高くない？だって450円って書いてあるよ。マスキングテープ。これマスキングテープなのか。これは缶バッジ。これも缶でも何が出るかわからない缶バッジ。そうだね。値段は書いてないけど。400円？300円。嘘。諦めよう。え、でもこれ可能いるんだけど。嘘。でも誰が出るかわからないやつでしょ。うん、そう。これ開封してる動画見たことある。そう、これね、ここに入ってたんだけど、こっちなのよ。こっちに紛れてるって、ラスト1個だった。え、左が400円だったの？右が300円か。300円なの。右に入ってたの。すごいラッキーじゃない？ね、ラスト1個だった。じゃあ、開けてみようか。開けてみようか。いくよ。うん。お、お、みつりちゃんだ。かわいい。え、かわいくない？よかったね。リミは？かわいい、みつりちゃん。リミは？いやー。お、お、お、ゆうすけだ。いいか。いや、かっこいい。え、かわいい、みつりちゃん。なんかすごい。なんか、すごいなんかね。なんか絵がかわいいの。かわいい。へぇー。みーちゃん。こっちもアニメっぽく。ね、かわいいよね。ちょっと割だから、バッチだけど。うん。1000円のバス。なんかわいいこれ。こっちはいくらなんだろうね、本当は。これが1000円ぐらいかな。かね。こっちは3000円ぐらいかな。4000円。もっといくよ。もっとかな。え、でもさ、絶対さ、売られてるとさ、1万はいけない。いいね。富岡さん6000円とか。こっちに売ってるんだ。そう。で、炭治郎は4000円だね。じゃあこれすごくない？1万9000円。なんで？え、なんで？レアな。税込みで2万1000円。2万。